ここだけの話、ローファーっていう靴ご存知ですか？このローファーっていうのは英語で怠け者っていう意味らしいんですよね。まあその靴紐を結ばなくてもいいで楽だっていうことからも直接怠け者っていう意味のローファーっていうのが付けられたらしいんですけど、ちょっと履きづらくなるよね、知らんけど。はい、どうも副社長です。今回はですね、美容グッズを紹介したいと思います。はい、こちらストレートヘアブラシでございます。まあ、こんな感じになっておりまして、溶かすだけでサラサラストレートヘアにということで、もうスイッチ入れて、まあ、温まるのもあって、あとは溶かすだけと、使用可能な温度がですね150度から230度までとなっております。はい、中身はこんな感じになっておりますね。はい、コンセントにつないで使ってください。まあ、僕はね、使う機会ないですけれども、まあ、とは言ってても、ね、若い時は髪の毛スピンでストレートパーマクイーンでトカチを遊ぶっていうのをやってました。はい、今ではあの時の髪の毛どこ行ったんやろ。あの、僕の長かった髪の毛見つけたよーっていう人は、あの、こちらまで。はい、ということで、こちらのストレートヘアブラシ1900円プラス税となっております。カラーはですね、ホワイト、レッド、ピンクの3色となっております。はい、こちらのストレートヘアブラシで髪の毛サラサラになっちゃいましょう。